ネプチューンはイギリス海軍が第一次世界大戦前に建造した砲塔装甲艦であるエドワードリードの設計で同型艦はない。本艦は元はブラジル海軍が発注した砲塔装甲艦インディペンデシアであったのをイギリス海軍が購入したものである。本艦の武装、装甲配置を示した図。本艦の基本構造は船首楼と 戦尾楼を持つ船体に3本の搬送用マストと2本煙突を持つ装甲フリーゲートである。水面下に昇格を持つ艦首から選首楼が始まり、その内部は22.9センチメートル前奏砲を並列に配置する方角となっており、艦首方向に最大で22.9平方センチメートルも、片弦に1門が施行できた。選首楼甲板は全部マストの手前で、 選手楼が終了した。船体中央部の日本煙突を挟み込むように31.8センチメートル前奏砲を収めた鍋を伏せたような形状の連装式手砲等が前後に1機ずつ、計2機が配置された。手砲聖射時の爆風を避けるために煙突を基部として空中甲板が設けられ、その全部に環境が設けられた。 空中甲板は二番手砲塔の後方に設けられた千尾楼と接続された。完備水面下には一枚舵を挟むように二枚岩のスクリュープロペラが片弦一軸ずつ経営二軸推進であった。ありがとうございます。